Hello, this is Hiroshima-shi, Hammam City Japan.We are visited a mystery of the flat wood monster. この事件が気になりましたので調べ直してみることにします。1952年の7月12日から29日の間にかけてですね、ワシントン市周辺で UFO の目撃事件が相次いで起きます。ジェット機が UFO を追いかけるという事件も起きています。そういう流れの中で、7月19日、UFO の変態がワシントン市上空に現れます。で、この事件で、まあ注意、って言いますか、注目すべきは、その当時の映像が残っているということですね。これがその映像です。で、時のトルーマン大統領がアインシュタインに電話をかけて、どうしたらいいかと。 そういった相談をしているわけです。それに答えてアインシュタインは、絶対に攻撃してはならないと。彼らの知的能力は人間をはるかに超えているから、というようなことを答えた、答えたと。まあ、そういった話も今に伝わっています。で、フラットウッドモンスター事件がその2ヶ月後起きます。西バージニア州のフラットウッドで起きた事件です。この時、3人の子供が、まあ、エイリアン、 いわゆるそのエクセトリシテラルね、ビーイングに、えー、異星人に遭遇します。まあその、そういった事件なんですけどもね。これがフラットウッドです。まあ場所は特定できませんでしたけども、フラットウッドで調べますと、ここへやってきます。田舎町っていうことがわかります。で、ここにエイリアンが現れたというわけですね。で、その事件の、まあ、らましを今日皆さんに読んでいただきますけども、 1952年の9月12日のことです。で、まあ、目撃した人たちのですね、証言をもとにこうした絵が作られました。まあ、有名な絵ですね。よく知られたフラットウッドモンスターの絵です。で、その時の様子を、ってますか、概要を訳してみました。 ということが、まあ、事件の概要です。で、英語にはガンスモークという言葉があるんですね。いわゆる日本風に言えば、火のないところに煙は立たないという意味なんですね。まあ、ともかくもこの事件は大きな事件となり、本も書かれ、そして大騒ぎになったわけですね。で、結果的にってますが、言いますと、袋を見間違えたんだということで、 え、事件は収集したということになっています。が、まあ、先ほどの、まあ、論評した人の意見によりますとね、現地調査をした結果なんですけども、フクロウは、無農家の人たちは見たことがないというようなことを言ってるそうですね。言っていた、言っていたそうです。まあ、こうした想像といいますか、いろんな絵も描かれ、そしてこの少年たちも写真に収められていると。そして、まあ、見た人の証言をもとにこの絵が生まれたわけですね。 で、この事件がなぜ私気になったかっていうことになります。まあ、気になったかということなんですけども、実は昨日法隆寺を調べていました。これが法隆寺ですね。奈良ジャパンです。で、法隆寺の仏像をもう一度見直してみたのです、えー。で、この仏像を見てですね、この形が気になったって言いますか、思い出したって言いますか、あの、降臨っていうのはあの、 丸い輪になったのと、それからあの光線を放ったのと2種類あるんですけども、このまあ降臨って言いますか、あの、まあ以前から気になってたんですけども、どうしてこんな形をしてるんだろうっていうことはちょっと気になってたわけですけども、まあちょっと他の降臨、ハローとは形が違うわけですね。で、この形がですね、いわゆるまあフラットウッドモンスターの背景に、まあ、現地の 人たちは、これは、あの、スペードの形ってことを言ってますけどもね、スペードの形、トランプのスペードの形のようだって言ってますけども、それと似てる。ってことで、まあ、関連性があるのかないのか、今の段階では何とも言いませんけども、ひょっとしたら、関連性があるのではないかということで、気になって今回調べてみたわけです。まあ、ここでは結論出ませんので、一度ここではペンディングにしておきます。やがてまた証拠が出てきますのでね、その時にまた証拠できると思います。で、もう、最後に、あの、フラット、 ウッドモンスターの話をですね、詳しい話が Wikipedia に載っていましたので皆さんに紹介します。 以上がフラットウッドモンスターの全容ですね。まあ、どう判断するか、どのように考えていくかということは、今の段階では何とも言えませんが、事件そのものは私はあったと判断しています。で、この形が法隆寺の仏像の、まあ、形と似ているということですね。以上です。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.Hello.This is h i r o s h i y a Shihama Mastery j a p a n t w o character of Buddha.Eyes in e y e s b の正体目の中の目。ガンダラ仏というのがあります。そのガンダラ仏の中にですね、大変奇妙な仏像があります。 これがその仏像ですけども、この仏像はですね、他のガンダーラ仏とは違いますね。一線を隠します。異色です。で、額にシンボルマークがありますから、これはブッダです。で、ガンダーラ仏というのはどんな仏像かと言いますと、まあ、こうした仏像を言うんですけども、この仏像もですね、え、3D、いわゆるそのコンピュータライフサイト、いわゆるその彫刻機械を使って作られています。まあ 私が精査した中にはですね、髪の毛の中に同じ位置に同じ傷がある、あ仏像もあるんですよ。で、この仏像と比べてですね、今冒頭でご覧いただいた仏像は、まあ一線を隠していますか、異色ですね。で、今日はその仏像について調べてみます。で、3体見つけました。 他に首だけのものと、それから首がない体だけのもあります。いわゆるまあ修行中のブッダということになっているわけですけども、この仏像がおかしいんですね。まあ、どうおかしいかこれから皆さんにお話ししたいと思います。話しますけども。で、これが修行中のブッダということになります。まあ、ガリガリに痩せています。 まあ私たちがなんて言いますか、イメージして持っている仏陀の姿とは違うわけですね。で、これら三体は違う仏像であることは、この部分を比較していただくとわかります。大変よく似てますけども、違いますね。で、この台座を比べて比較してみますとですね、まあ、こうしたまあ彫刻しうる範囲での細かい精緻な部分というのは同じなんですね。これはの、ギシャ彫刻もそうなんです。 ま、比較してみてください。MER になってますかね彫刻しうる部分としえない部分とあるわけですね。そうしたしうる部分での細かいところについては、あの、同じだということなんです。で、ただ残念なことに下の台座はですね、ピンポケになってますから、あの、線の数が、あの、途中までしか精査,精査できませんでした。まあ、できるだけやってみましたが、まあ、この範囲で見ますと、上と下は同じだなっていう感じがしますね。 で、途中がピンボケで2本が1本に束なってる、束ねられている部分もありますから、ちょっとわかりにくいんですけども、要するに、こうした台座の細かいところまで同じなんだけども、ところがですね、この、これらの仏像を並べてみますと、奇妙なことに気がつきますよ。これはあの、ギリシャ彫刻もそうなんですけども、いわゆるその、何て言いますか、写真技術であの作る彫刻の場合はですね、髪の毛だけは他のデータベースを使うしかないんですね。 要,要するに、まあ、台座をここまで見せておきながら、どうして髪の毛だけが違うかということを逆に考えていただきたいと思うんです。みんなパターンが違いますね。ということは、髪の毛だけは別のデータベースを持ってきて貼り付けるしかない。あるいは手で掘るしかないんですね。これは現代のギリシャでも同じです。同じことがギリシャ彫刻についても言えます。これはみんなアフロディティですけども、 まあ、体を見ていただくとわかりますように、同じ女性で、まあ、ほぼ同じ時に作った、いわゆる写真に捉えた、あのデータ、データによって捉えた彫像だということはこれでわかります。ただ、時間差をと、やや置いたり、衣服をちょっと変えたり、衣装を変えたりしてますから、やや時間差がありますけども、同じ女性だということは間違いないですね。しかし、髪の毛だけは違うんです。 ここがおかしいと私は言ってるんです。また同時に、これが、まあ私が言う、ギリシャ彫刻は 3D、いわゆるそのテクノロジーに作られたという証拠の一つでもなってるわけです。で、ヴィーナスとシャ釈迦ウ像を比較してみます。皆さんご存知の、えー、ミロのヴィーナスです。そして、東京国立博物館にありますシャ釈迦ウ像です。この二人はですね、髪の毛のパターンが全く同じなんですよ。えー で、私は、あの、精査してみましたけども、あの、いわゆる位置、数が同じだってことです。ただし、あの、太さには、あの、バリエーションが加えていますから、あの、髪の毛のによっては太くな、途中で太くなったり、細くなったりしますから、それは、あの、注意してくださいね。それから、あの、ミロのヴィーナスと釈迦ゾ像の髪の毛の配言は違いますから、その分だけ、ミロのヴィーナスの方の、髪の毛の方が前ずっと出てますから、長いですね。長い部分。で、途中から切って、あの、釈迦ゾ像の髪の毛を作ったというふうに理解してください。 そして精査してますと、数、位置が同じなんです。そしてですね、まあ、今出てきますけども、ウェーブの位置まで同じなんですよ。そして団子もですね、シャガリュー像は、あの、前頭部に乗ってますけども、ミロのビデネスは後ろに後退してますね。というところまで同じなんです。同じ形ですよ。っていうことは、ここの、いわゆる、まあ、データ、髪の毛だけは他のデータベースを持ってくるしかないんですけども、場合によっては同じデータベースを使い回ししているってことなんです。 ま、今、ダンゴル部分見ていただきましたけども。そして、あの、いわゆるその、いわゆるその、釈迦竜像を横の両端し,した顔が、あの、ミロのヴィーナスだということです。ウェーブの位置も同じだいうことですね。こうして一本一本構成させていきますと、数位置は同じ。ただし繰り返、繰り返しますけども、あの、太さについてはバリエーションを書いてますから、一本の線が、あの、太くなったり細くなったりするっていう部分では乱、乱数がかけてあります。 まあ、それを、あの、注意して、えー、くだされば、皆さんじでも、あの、これは、あの、検証していただけ、いただけます。で、これを一本一本私は精査したんですね。ということは、社会、あいわゆるその、ギリシャ彫刻と、えー、ガンダーラブツとはあこ、まあ、いわゆる同じエイリアンが、の下で作られたものだということなんですね。 で、そのことは、あのー、私のライン理論を使えば、まあ、簡単に証明できるわけです。で、まあ、なってますかね。あのー、いわゆるね、あのー、ガンダーラブツはギリシャ朝国の影響を受けたとは言うんですけども、こんなところまで影響を受ける必要はないし、まあ、あのー、また同じに作れるものではないですね。いくら、あのー、同じに作れたやこんなところまでやる必要、作る必要はないわけです。 が、その必要のないところをはるかに超えて、同じものができているということなんです。で、第二理論でまあ説明しますと、ガンダーラブツとギリシャ彫刻は同じエイリアンの管轄にあったということがこれでわかります。ルンビニと、えー、ナスカを繋いでいます。その直線はアテネの、アテネの上を通り、そしてオリンピアのを直撃し、そしてナスカへと向かいます。途中にラホールを 経由します。これがラフォールなんですけども、下の線が、これがル、あのルンビリンとナスカを繋いだ線ですけども、その間のエラーは30キロあります。まあ、この辺り、ここのり全体をインダスバリーと言いまして、いわゆるガンダラブスのメッカとなっています。そしてこの線がですね、アテネのやや上を通り、そしてオリンピアを、の、オリンピアの真上を通って、そしてナスカへ向かいます。ナスカには直線があります。あのー、この右、右下に見えるのは、これあのー、テラコタアミの、 それから、あタた、横はあゆた、縦はあ、平和用から来てある滑走路です。で、この線がですね、そこの、えー、滑走路。まあ、あタたもね、あのー、テラコタアーミーも彫刻で有名ですけども、彫刻というかね、あのー、彫像で有名ですけども、そしてその線が、この、えー ややあの斜めっていうか、ややずれてますけども、見、た目にはわかりません。で、要するに、これらのガンダーラブスというのは、あチギリ社彫国と同じ、まあ、エイリアンの指導家によって作られたってことです。だって誤解になさないでくださいね。だからといって、まあ,あ、の、ブッダが、ブッダ本人のことを話してるわけじゃありませんよ。私は、あの、あの仏像について話しています。その像がですね、こうして、ま同じコンセプトで同じように作られたってことなんです。で、さらに検証してみましょう。 これがあの今言った異色なブッダ像ですけども、このブッダ像で見るといくつかおかしな点に気がつけますね。右が人間の骨格ですけども、えー、比較してみるとわかりますように、あのー、人間の骨格、骨格というか肋骨よりも多いですね。あのー、それから、あのー、人間はですね、左の,あのいわゆるそのブッダ像のように、あのー、撫でがたにはなっていません。 このブッダ像もそうですね。そしてあの人間にはない剣が脇の下にの上にアーチのように伸びてますね。これはあのダヴィンチの描き,描き残した絵なんですけども、やはり同じような絵を描き残しています。まあこれはレプタリアン像ですね。あの、それは前に精査しました。そしてイオナなでが立って,てますから人間にはない剣。ここに大きな三角形のくぼみができてますね。これはあのレプタリアンの特徴なんです。いわゆる人間の解剖図ではないということですね。 首の後ろに、まあ人間のない、手から脇の下には人間にはない、あの剣が伸びてますね。これはあの左のブッダ像にもあるわけです。要するに、この、まあ、まあ人間はですよ。この肩甲骨は人間の肩甲骨ではないですね。人間はこんな三角形の肩甲骨を持っていません。それから細い首を支えるために剣が首から、首の横から肩に伸びてますね。人間は7本ですけども、左の、えー、レプタリアン、ダビダビンチの書いたレプタリアンには13個あります、形椎が。 人間の形質とは数が違う。そして剣の位置、形。あの、人間はこの三角形の剣はできてませんからね。いわゆる、この、この、こうした剣を持っているのは、爬虫類です。トカゲの、トカゲの仲間ですね。そして、この左のブッダ像も、異様ななで型と言いますか。あの、三角形の、あの、首の上の付け根から、付け根から肩の端の、端のこ、端の方まで剣が伸びているの分かりますかすなわち、人間ではないということですね。そして、脇の下には、繰り返しになりますけども、アーチ状の剣が伸びていると。 人間にはこんな剣はありません。で、これが、あの、右が、あの、ダベンチの書き残したスケッチです。そして、それが、この、まあ、絵の中に描かれているわけです。この肩のところを見ていただきたいんですけども、やはり同じように、あの、剣、脇の下に妙,妙になっていますかね。人間にはない剣があり、そして、大きな首の下には、あの、三角形ができてますね。大きなくぼみが。やはり、その左の豚像にもそれがあるということですね。 まあ以上のことからですね、まあ,あ、の、左のブッダ像はですね、これ、あくまでもブッダ像ですよ。ブッダのこと言ったわけでませんよ。ブッダ像は人間の、人間ではない、イコールエイリアンとは言えないんですね。人間ではないっていうことは言えるんですけども、そこから先、エイリアンだというためには、いくつかのハードルを超えなければなりません。少なくとも、左のブッダ像は、レプタリアンの可能性が非常に高くなってきたということです。まあ、レプタリアンと断定してもいいでしょうね。人間の骨格じゃないんですから。 剣の位置、形、それから姿、異様ななで方ですね。ダビッチの書いた、あの、洗礼の、あの、受けている、あの、キリスト像、キリストも、あの、異様ななで方をしています。じゃあ、誰がこのブッダ、ブッダ像を作ったかということですよね。誰がこのブッダ像を作ったかですけども、そのヒントが下の方にあるんですね。ここにですね、あの、真ん中にこう、 火を焚いてると思うんですけど、その両側にあの層が、二人の層が、あの、手を合わせてるのか、まあ、何かの儀式をしていますね。で、この、まあ、層をちょっと見比べて、見ていただきたいんですけども、この層はですね、あの、肩が半分ザっと出てますね。これはあの、南天仏教の特徴なんです。北天仏教はあの、こういう、まあ、衣は身につけません。ですから、この、像はですね、 あの、いわゆるガンダーラ、ギリシャ彫刻の影響を受けていると言われているガンダーラブスとは、同じ系のガンダーラブとは一線がやっぱり隠すわけです。そして中央に火が耐えてありますから、なぜ火を耐えているかということも大きな疑問なんですね。火を焚くのはゾ,ロゾラスター教ですね。ハイカ教って言われてますけども、まあゾラスター教なんです。そこではね、タイのですね、人を調べてみ見たんですけども、火は使ってないんですね。で、ナイフ写真って少ないもんですから、まあこうして見てみたんですけども、 あの、火を使う儀式は、まあ、今のところ見つかっていません。で、結論を申し上げますと、こういうことになるわけですね。あくまでもあの、この仏像についてですよ。この仏像に描かれているこの絵から見ると、どうも、どうもというかあの、今までその私たちが見ている、いわゆるギリシャ彫刻と同じガンダーラ仏とは一線を隠すものであり、この左の方はレプタリアンが大きく絡んでいるということになります。そして右の方はですね、トール・ワイトですね。 ギリシャ彫刻。そして同じ系列の中で同じコンセプトで作られているということなんです。で、最後に、目の中の目という話をしたいと思いますけれども、その奇妙な、その、この、いわゆる仏像ですね、の目をよく見てください。この目がおかしいんです。大きくくりにてありますね。そしてですね、これはまあ痩せてるからこうなんですけど、いくら痩せたってね、目の中に目はありませんよ。よく見てくださいよ。目の中にさらに別の下まぶたがあって、その向こうに目がありますね、眼球が。 もし痩せたんなら、これそのまま直接その奥が眼球になるはずですけども、こういう風になってるわけです。ということは、これは分厚いヘルメットをかぶった、まあ、エイリアンということになるわけですね。目の中に目があります。これも興味なことですねよくく見てください目の中に目がありまますねでぶたがもう一つあるということです。これも肝蓋なところです。ということで、まあこの謎の続きはまた今度解いてみたいと思います。続くビデオはですね、ブッダの降臨という どうかご覧ください。Thank you and bye.